今回は2021年下半期買って良かったものを紹介します。購入してから毎日気に入って使っているものばかりです。自分へのご褒美や大切な方へのプレゼントとしてもおすすめしたいので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに紹介するのはブルーのマルチ布団ドライヤーです。コンパクトサイズの布団乾燥機です。季節や気候に合わせてダニ対策や衣類や靴の室内乾燥として使えます。デザインもウッド調で、出しっぱなしにしていてもインテリアに馴染みます。カラーはアイボリーとブラウンがあります。モードが2種類あり、冬はダニ対策や湿気の多い場所、衣類、靴の乾燥機として使えます。夏は梅雨の時期に雨の日が多いので、布団乾燥機として大活躍します。使い方はとても簡単です。先端は靴を乾燥させるときに使うもので、布団や洗濯物の乾燥機として使う際には外して使います。ノズルを伸ばすことができるので、布団の中までしっかり入れ込めます。コースも簡単に使い分けれるので、毎日使ってもストレスがありません。コードを収納できるので、置きっぱなしにしていても傷みもいいです。持ち手があるので持ち運びやすく、重さも 1.4kg ととても軽いので、女性の方でも簡単に使えます。コンパクトに収納したいときには、縦置きとしても収納もできます。本格機能でありながら、毎日使ってもストレスにならない重さで、ナチュラルなデザインでとても気に入っています。布団はダニが一番好む場所なので、清潔にしておきたく、これを買ってからとても気持ちがいいです。一年中使えるものなので、引っ越しの祝いや出産祝いとしてプレゼントしても喜ばれると思います。次に紹介するのはバルミューダ加湿器です。乾燥する季節になり、加湿器を購入しました。いろんな加湿器を見ましたが、こちらも機能性と見た目で決めました。バルミューダの加湿器の特徴は、取り込んだ空気からホコリや雑菌を取り除き、清潔になった空気を加湿して送り出してくれます。寝てる時に喉や顔が乾燥するので、寝室で使っています。使い方は簡単で、電源を入れてリングを回したり押すとモードが切り替わります。モードはオートモード、マニュアルモード、24時間タイマーがあります。給水するときは上部から注ぐだけです。勢いよく入れてしまうと漏れてしまいますが、ゆっくり注げば漏れる心配もありません。一般的に売られているものは、給水タンクを外して水を入れるので、運んでつけるのが面倒ですが、これならとても簡単です。電源を切らなくても給水できるのもポイントです。これを購入してから乾燥することなく、毎日快適に過ごせています。とにかくデザイン性がいいので、インテリアに馴染んでいて、目立つところに置いていてもおしゃれに見えます。少しお値段は張りますが、購入してよかったです。次に紹介するのはブレインスリープピローです。こちらは最高の睡眠をとるために考えられたメディカルピローです。今まで使っていた枕があまり合わなかったので購入してみました。スタンフォード式最高の睡眠の著者で、世界最先端の睡眠研究所と言われるスタンフォード大学睡眠生態リズム研究所の所長が作った枕です。
枕本体を見てみるとヘチマのような見た目です。なぜこのような形状をしているかというと、脳が眠る黄金の90分を作る圧倒的な通気性を求めるためにこの形になっています。普通の枕と違って 90% 以上空気でできているので、頭部の温度も湿度も一定に保てて、睡眠で最も大事とされている寝始めの90分をより高い質で眠ることができます。本体は洗うことができます。少しへたったと感じたら40度から50度の厚めのお湯で洗うとふっくら膨らみを取り戻します。付属でカバーの色も選べて、今回購入したホワイトとグレー、ベージュ、ネイビーブルー、テラコッタの5色から選べます。素材は 100% オーガニックコットンで、世界初の素材で、太陽の光を浴びると布自体の汚れを分解してくれます。お肌にも環境にも優しいです。硬さは素材のイメージとは違い、程よい硬さで反発があります。枕の真ん中が一番柔らかく、左右に行くほど弾力が高まっていくような仕様になっているため、仰向け、横向き、うつ伏せなどのいろんな寝方にフィットします。この枕を使ってみて、本当に睡眠の質が良くなったと実感しています。短時間の睡眠でもしっかり寝たと思えるくらい朝すっきり起きれています。値段だけ見ると高額で少し迷いましたが、購入して本当に良かったので、家族や大切な人へのプレゼントで必ず喜んでもらえると思います。次に紹介するのはラルーナエアアイマスクです。パソコン作業をする機会が増えて、家で目元マッサージがしたくて購入しました。このエアマスクは空気圧、音感、音楽の3つの機能があります。 USB ケーブルで充電できて 350g ととても軽く持ち運ぶこともできます。15分で自動的に電源が切れるタイマー付きなので、使用中に寝落ちしても問題ないです。中身は本体と USB ケーブルと持ち運びに便利な収納袋、説明書と汚れ防止カバーが入っています。目元につける汚れ防止カバーは手洗いできるので衛生的に使えます。カラーは今回購入したゴールドとシルバー、ブルー、グリーン、レッド、桜の6色があります。操作は電源マークを押しモードを切り替えできます。モードの種類は空気圧と音感、フル機能、空気圧と振動、空気圧のみ、音感のみの5種類から選べます。こちらを購入してから寝る前に毎日使っています。1日の目の疲れが取れて毎朝すっきり起きれています。友達や家族へのプレゼントにもおすすめです。最後に紹介するのはデロンギ電気カフェケトルです。いつもお鍋でお湯を沸かしていたので、初めて電気ケトルを購入してみました。お鍋からカップに注いでいたのでお湯をこぼしてしまうことが多く、ドリップ型のものを選びました。 200ml から1リットルまでお湯を沸かすことができます。本体はステンレスが使用されていて、独特な凹凸加工で高級感があります。カラーはホワイトとグレーがあります。ドリップ型なのでコーヒーをハンドドリップする際もお湯をコントロールしやすく便利です。こちらを購入してから毎日のティータイムが楽しくなりました。見た目がいいのでインテリアに合っていて気に入っています。引っ越し祝いにもすごく喜ばれると思います。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年もおすすめの便利グッズや旅動画をたくさんアップしていきますので楽しみにしていてください。最後に高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。